山広の美海地ラジオさあえ金曜日の夜9時になりましたこんばんは山広ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですまあいつもお伝えしている通りこれ金曜日の夜やってますけれども、はいまあ、だいたいみんなの仕事の都合とか言ったって、はい、えずっと木曜日のねこれ夜、はい、今8時ぐらいですけどもはい、はい なんか、どっか、なに、音楽配信がなんかあるみたいで。ランちゃんが今も、そこ大ファンやから、もう、気もそぞろで。こっちの仕事がね、大丈夫やないきなり、言うちゃった。すぐ言わは。すぐ言うた。そうそう。いや、こっちは、だからね、あの、逆に、き、気を使って。やってるんです。けどいや、言ってん、言ってるのにな。ええねんけどな、別に。今ね、いろんな楽しみがありますね。すごいね。本当に。 世界のどこにいてもライそにいながらにしてそういうことです海外の方が見られる同時にねまあまあこの1時間は集中してラジオに全力投球して行きたいなと思いますけれどもねえっと今日はですね ちょっととなないいいにというか LINE、はい、が来てちょっと「えどういうこと?」ってびっくりしてるんですけどいつもそういうことしないじゃないですか、はい、だけど、まあ、あまりにも、はあ、すごいなっていうことやったんで、はあ、放送で急に言うと,とびっくりされたら困る、はいえー、そのお話からしたいと思いますけれども私はアナウンサー38年になりますが、はい、一度も経験はしたことないんですけども。はあえー 古川さんに至ってはアナウンサーになって、おおよそ三十、おおよそ三十、丸二十九年、まあまあ三十、タレント時代入れると三十一年ぐらいですかね。うん、選手ですよ。ね。今週の出来事です。よ、はい、今週、はいえー、まあ名付けると、はい、古川慶子、流血ニュース。 びっくりした。ええ、と思って、まあ、字の漢字が怖いですよね。もう、まあ、その文字で見ると怖いです。流れるうちですからね。そうでしたね。間違いじゃないんですよ。<ー>古川慶子、流血ニュース。<laughs> 何それ。まず、何があったかっていうのを。はい、ええー、これは、滅多にないことですから。はい。はい、いや。 まあ、それより前になぜそれを山広さんが知ってるかっていうと、うん、私はもう誰にも知られずに終わりたかったんですよ。でしょう誰にも気づかれずにね。あ、でも、気づかれたかっていうね。うん,う,んうん、うん、うん。はい。でも、僕が気づいたんじゃないんですよ。うん、はい。さっき、それから言います。<laughs> そっから、言ってもらっていいですか。元読売テレビアナウンサーの森武さんが。はい。まあ、最近、こちらでラジオの仕事もやってるってこともあるんでしょうけど。はい、あるいは。 ほかに友達がいないからずっとラジオを聞いてるからかもしれませんけどその真偽のほどは分かりませんたまたまあれは金村義明さんのお昼の番組ね夕方というかお昼ねえかげにせえっていうお昼3時から6時まで月曜日やってますけどその中で何本かアナウンサーというのス定時のニュースを読みます一1時間大きぐらいにね古川さんが今週の月曜日の「えかげにせえ」の中で。 ご時代でした。そう、あんまり細かく言うと、ほら、まあそんなもんですよ。あ、そう。はい。こんなら説明させんなよ。はい。いや、それを聞いてて、僕のところに来いが来たんです。はい。森さんから。はい。で、僕は古川さんと一緒に番組やってるから、森さんは直接連絡先も知らないし、古川さん泣いてるんちゃうかと。泣きながらニュース読んでたように聞こえたと。ほう。 言ってたらしいですね。そのラインが僕のところに来た。僕は聞いてなかったんで、えっと思って、そんなニュース読みながら泣くと思って。これ問い合わせた。いくら私でもね。いくら私でも。なんかんと。泣かんそんなことでは泣か。んこれ問い合わせた。実はっていうことで。バレたかと思ってそこから先は僕が。そうですね。 まあニュースなんで、はい、下読みをして原稿を揃えて、はい、いつも通り準備をして、はい、井上正さアナウンサーからじゃあこの時間の担当は古川アナウンサーですはいお伝えしますって言って読み出しました、うんはあ、な慣れたものですよねもうね、うん、ウクライナ情勢から、うん、ロシアがどうちゃらこうちゃらって二三行読んだところで、はい、ふと左の鼻の穴からあ,あ 鼻水ががと出る感触があったんすはいで読み続けながら左手でふっとそれを押さえてふっと見たら血血だったんですよ鼻最初の34行を読み出したところでポタッポタッと血<ー>左から血が出だしたことに気が付いて、はい、でも読み続けながら。 左手でそれを塞ぐと音が変わるからああそうか鼻声鼻声鼻声塞ぐとねとかすすると音がするからそのままポタポタ出したまま読み続けてたんですよ落ちるがままねポタポタぐらいでしたでもこのままじゃいかんかなんか服音が欲しいと思ってで今あの消毒でねアルコールのウェットティッシュがテーブルの 右手の一番端の方に置いてあるのが見えたんで左手で受け止め原稿を読みながら右手を伸ばしてそのウェットティッシュのボックスを持ってきてその間ずっとニュース読んでるけですよ。読み続けてますすごいプロ開けて1枚出そうと思ったらシューッと23枚出てきてつらいって思いながらとりあえずちぎれるとこでちぎって。 左手を拭いて右左の鼻の穴を拭きながらずっと読み続けてました、はいはあ、袋拭くのもそのググっと拭くと声変わもよねない。よ、うん、く抑えられないんで軽く抑えでもウエットティッシュなんでなんかこううまくいかへんしそうこうしてるうちに1枚目の最後までき読んできたわけですよ。はあ、2> 2枚目いかかななあかんってなってた時に 右手はウィットティッシュ持ってる、はあ、左手は血を受け止めてる、はあ、まあペースめくられへんと思って <laughs>、はい、慌てて左手でこうウィットティッシュ持ったりなんやしてるうちにさすがにちょっとそこで詰まったんで一回落ち着こうと思ってこのマイクのスイッチねカフって言うんですけどカッと下ろしてめくってほんで。 <laughs> 上げて失礼いたしましたって言って、はい、ちょ二三行戻ったところからまた読み出したんですね。<ー>でそうすると今ニュースは一人のスタジオではなくてオープンな部屋の中で自分が座ってて、はい、でここ隣仕切りがあるんで、ね、今仕切りを隔てて向こう側にそのニュースを書いてくれたデスクが座ってるわけです。はいはい、で読み間違えへんように同じ原稿を持ってずっと チェックしながら横で聞いてて途中で何かおかしいなと思ってたらついにスイッチ切って読み直したんで「これはな何かある」と思って立ち上がってこっち見に来てくれたんうそしたら血流してるからそう,そうそうそうびっくりしてで後から聞いたら手を切ったと紙で手を切ったと思ったんですけどで慌ててどっかから乾いたティッシュを探してきてくれて箱ごとボンってここに置いてくれたんでやっと乾いた紙が。 手に入ってそれでこうまた吹きながら、はい、もう原稿もポタ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 チーでついてる中、全部受け止められないんだね。受け止められないしこうめくらな感じいろいろやってるうちにね。うん、でまあ一枚目はそれでも読んでたんですけど、その二枚目めくったぐらいからなんか急に動揺してきて自分が。はあはあ でちょっとなんか呼吸がおかしくなって、はい、声が震えてきちゃったんですよ<ー>普通にちょっと読めなくなって、うん、でその辺りが多分泣いてるって言われた原因やと思う,うどうし「どうしようが」がそこ2枚目ぐらいに来て「うわどうしよう」か来てこれでも読み続けなあかんので、うん、その乾いたティッシュで左を軽く押さえながら。はい ところどころ原稿を用しながら、はあ、またこ運の悪いことにその五時のニュースって一番長いんですよね。はあ、結構分量あるよ、ね。五分半、はあ、ニュースの本数六本、三、はあ、行目から、<laughs> そうそうですもんね。そうそっから五分間ぐらい。結構これ読みっぱなしなんだよね。六、はあ、分ぐらい。はい、でまあ一項目目そのロシアウクライナがあり、はあ、次に北京パラリンピックがあったんですけども、はあ、やっと北京パラリンピックの途中ぐらいから 動揺が収まってきてそこから軽く抑えながらずっと読んでたんですけど僕それ聞いてで後から聞いてみたんですけどカフを下げてするとノイズが途切れるんでまあ仕事柄「あカフ切ったなここで」そうなの分かるんですよ。多分ん森ちゃんもそれ分かってるからあんまりカフを落とすってことないから。 それ切ってまた上げてでそのあ失礼しましたも」もあったから、うん、そこで、うん、なんか泣いてんのかなんか,なんか違うっていうふうに思ったやる、はい、ね。それって、うん、一般の人は聞いてて分かるレベルなんですか、ね、多分これは分かったと思いますね今回はさすがに。えっとね例えばお水をぺってこぼしたとか、はい、何かその。 ととは思思ってなない <laughs> なんかあったなっていうんか動揺してガサガサしてるな,てるなっていうのはでもすごいなと思ったのはその北京パラリンピックぐらいから後っていうか本人はそのえ呼吸がっていうふうに言ってるけどはい,、はい、いや多少さ震えてるって言われたら声の震えはあったけど、うん、最後までもう,もうその後ぐらいからもう一っぺん声が普通になっていって最後まで読み切ったからね5分半ね。 あれはいやすごいなと思いいましたねすごい人間こんなに別のこと考えながら原稿を読み続けられるんだって自分でびっくりしましまたすごいな今ちょっと話聞きながら、はいはい、なんとなくこう想像して、はい、今ここにある「ピカイチラジオの台本台ちょっとこ,これ今鼻血出て <laughs>、はい、しかもすすられへん鼻抑えられへん。はいはい でウエットティッシュを端から持ってきて蓋開けてうわ3枚出てもうたこんな思いながら無理やわ無理無理僕自信ないもんその3つのこととか4つのことをやりながらって話出た言うでしょ言うちょっと話出ましたからしばらくお待ちください言ってカフーを下げてどんな話なのさいやでもすごいなやっぱりとびっくり 自分でびっくりししまたねそれをだから尾沢さんと森さんと3人のグループで三 n あで森さんが送ってきてるから尾沢さんもそれ知るところになってでまあ安心してもらわなあかんから古川さんに問い合わせたら話やったって言って別に言ってもらっていいって言うから森さんに「いやあれ話が出たらしいですわ」言うてで向こうも納得ですやんか「うわもう流血のニュースですね」みたいな言ってて。三さんも自身 花粉症があるんんででひどいんで、はあ、鼻水がたらーっとなったことはあるけど<ー>鼻血はさすがにないですねあんんまりないんですよ、はい、鼻血っていうのは、ね、たまに一回なんか年末よくある NG 大賞みたいなのでどっかのアナウンサーがテレビだったんでね、うん、完全に鼻からツーって出てるのは見たことありますでもラジオだったんで。はあはい その鼻抑えられへんっていうのは辛いね。辛いですね。もう、はい、冷たいとこですけどね、なんか綿でもそれはできへんし、おーおーはい。よく乗り切りました、ね。そうですね。ただ原稿はこんな日間が多分保存するんですけど。<laughs> 原稿保存しいよ。いやもうしらんもう捨ててると何ですか。なんでなそれ本当ないやいや,いやいやごめん言うて。 その一応保存するとこにはい、一旦は預けましたけどねほ絶対保存してもらえないそれだからもう若手のアナウンサーの教育の時に「どんなことがあるか分かりません」と「これを見ろと」と「これ見てください」この時これを読んでた古川アナウンサーはまず鼻を押さえると声が変わるす、うん、すると聞き取りにくい、うん、うどうしたかというと垂らしながら <laughs> っていいいうそれはすご教科書で全部間違ってない全部あってんで鼻血はもう受けながらでんとかせんなあかんから原稿を読みつつもウエットティッシュを手伸ばして引き寄せていっぱい出てきてなかなかそれもうまいこといかんけどその間も原稿を読み続けて まあ言うたら対処法とっさの時にも後輩には伝えられるし毎日放送で例えば100年の時にいろんな展示ね開局から100年あるコーナーにはき染めの健康法がいてやもうもうないと思いますよ。 いやも大変やと思うのと同時に、うん、わわええー、なそんな話僕欲しかったわとかと思ったもんただ <laughs> よそ言って言えるや講演会とか言出た美味しい出たこのおっさんだけはほんまにいやおしい,いやはそんなことないや不純なおっさんやで <laughs> もうだって自分の中でのとしさの出来事っていうのはもうしゃべり尽くしてる <laughs> <laughs> 例えば、ずら時代に国会議事堂取材に行ったらマイクが飛んできてどンと当たったってそれをまあ講演会やからちょっと持ってねずら、うんはい、<laughs> がそのまま前にずれてでこがなくなってんでって、まあ、そこまでちょっとない <laughs> で言った方が会場盛り上がるやん、うん、でほんまはーンと当たっただけやね えー、あ,けどあの時あの時でびっくりしたずらやからね、うんえー、不可抗力でガッと動れたら嫌やなとか、うん、もうでもそんな話やり尽くしたもうそれで十分ですよんそんなことあるよ話れ話は言たことない話は出てないもんハゲてる上に地位まで流す <laughs> ハゲてる上にって関係ないわな <laughs> なんかプロレスラーの話みたいですよんもう <laughs> なんかそれはね、はい 多分一生に一回、すごいですね。びっくりしましたね。そこを本当に冷静に切り抜けるっていうのがやっぱりやっぱほんまにその新入社員で入ってくる、そうそうバイブですアナウンサーの方にぜひそれは語り継いでってほしいですけどね。 以来ね、ティッシュは必ず、うん、今日置いてないけど、うん、置いとこうと思いましたね。いきなり置いてない,い。<laughs> 収録ですから、ね。収録やと <laughs> 止めろ。どうですか、うん、舞台の上で。うん、舞台で、うん、あの、僕自身はその、なんやろう、もう止められへんみたいな。例えば、その、ね、生理現象も、例えば、漏れそうみたいなことは。 うん、あったけど。あったん。はい <laughs> ああ。あったけど。あったけど。すんません、ちょっと待っててみたいな。で、何度か僕はその自分以外でも経験してるんですよ。あの、ゆみ姉さんがちょっと待って言って言ってくるとか。<laughs> いや、もうリアルやな、それ。福 <laughs> 川さんがほんまにもう無理言うて、もう行ってきな、あれ、言うて。 で戻ってきてきとか新喜劇の場合はちょっとそこをお客さんも楽しんでくれるというか <laughs> なるほど,なるほどすごくシリアスなお話とかお芝居の場合ってそれすると興ざめじゃないですか現実に戻っちゃうから。そうでも、ね、もそこも ちょっと許してもらえるみたいなたたたも見れたなみたなみい感じになっていただけるのでまあちょっとその辺はやりますけど、えー、僕まだ漫才やってた時にーその島木譲二師匠が、うん、僕ちょうど袖いたんですけど<ー>あの水晶玉を上にポーンと投げて、うん、石田康さんやったかな <laughs>、うん、がなんかそれほんなん頭で受けるかみたいな無茶振りして <laughs> ほらん,ん,んかファー上げてドーン言うたんですって。 本当に重たいあのそ<う>うわ本当の水上玉本当水上で髪の毛ないからもろ、うん、ですやんクッションがねで血がピュー売れて収録やったのか何やったのか何せその「あかんあかんあかん」言うて「かくせいかくせ言て <laughs> うて<ー>ってなったのは聞きましたけどねは<ー>僕はもうそのバタバタを袖で見てて。はい なんかなんか抑えてはんでみたいなそれはだから投げるっていうところまでまあ本の通り台本の通りですかねなんなんでしょうねそのあの辺ってもうそこもちょっとアドリブやったりするじゃないですかあそうやよねうん、うん、どこまでがっていうのはわからな、はいけど投げたのがたまたま頭にあった自分でいかはったんですよあ<っ>あまあまあねつげるか,か,るか、ね、みたいなはいはい 気持ちはわかるわやりますねよね。自分がそれその場にいたらね思ったより強いしょ。でほんまに痛かった思ったより頭の皮膚が弱かったっていうダイレクトやからねダイレクト気付けなあかんな何があるかわかりますびっくりした血はねどうあの色で動揺しますよね血ってやっぱり動揺するよ 男性の方がもう動揺するって言いますよね、チーム見た時、女の人はやっぱ強いなって思いた。あ、そうかもしれないですね、っていうか、やっぱり。ほんまに、こうやって生放送で、もし今、今話出たら、話出たって言えるけど。ニュース読んでる時って、自分一人の世界なんでどうしようもなかったんですよね。ちょっとすいませんって言えなかったんで。読まなしゃあないと思って、でも、なんかそのデスクがずっと横で聞いてて。 全くのミスなく読んでたってことなんで、はい。でもほとんど記憶にないですけどね。いや多分ミスないと思います。いや聞きましたからちゃんと読んでましたからね。一人っていうのがすごいですよね。そう。あ、誰にも頼られへんし。僕一辺このラジオの途中で一辺言ったと思うんですけど、目回ったことある。ああ、ダブキだね。それはエンディングちょっと前ぐらいにほんまにあれっと思ったら天井ぐるー。 回って自分でこのテーブルをぐっと押さえたの覚えてるんですけど、ね、その間もなんとなくはこう喋ってますけど、うん、もちろん山広さんがしゃべりそれであの古川さんがそれに対して何かを答えて、はい、僕は喋らなくても、まあ、成立はしてるじゃないですか。はい、あれ1人やったら、うん どううしよもないですね例えば一人喋りのディスクジョッキーとかねそういうのあったらもう何ともできないですけ多分ストップすると思回ストップしてあれちょっと変ですみたいなこと言わんとも絶対そう無理やから無理やね生放送だからその人で生放送で血出てきてテレビの僕はニュース長かったですけどその時は女性キャスターと2人なんでいざっていう時には例えば鼻で映さんといてっていう時なんかはもう多分渡してたと思う うん、帰ってきたらどうするんですか。いや、いや、いやです。いやです。呼んでください。俺はみんなの嫌われもん。そんなことぐらい、代わりに呼んでくれよ。血も止まるわ。まあ、そうやって緊急避難的に、もうどうしようもないから、渡すことはあると思うんだ。渡したことはないですけどね。でも、一人でやるっていうのは。ちょっと、す、や。経験ないから、わかんないですね。いや、その。 あの、血ついてるやつ、置いとくべきですよ。いや、絶対保存しとかなあかん。もう、もう捨ててって言ったんですけど、いや、ちょっと置いとかなあかんのでって言われ。ある程度の期間は、その保管しとかなあかんって決まりが。ある多分、まあ、一日とか、そんなんですけよ。ずっと置いとくべきですよ。一日、そう、もう、三日行くことは、どうも。もう、何言ってるか。ないと思いますよ。ってか、もう捨ててください。それはあかんわ。そうなん。で、その、いいですもん。ちょっと、それやったら、その。 古川さんご自身で保管しておくああんかやっぱり自分の血って嫌やんみたいなもんがあるわけでしょ、はい、ほんならご自身で保管しておいてうん、うん、本当にその,あの教育の場で <laughs> 突然しこれを見なさい,いな、うん、他の人にそれ見られるの嫌や,やったら、はい、これ何かわかりますってほんでね例えば何ヶ月何年とか例えばね、うん、あんまりわかんないですよ 色も変わ今は生々しいから捨ててってなるけど自分で保管して一メニューもさらさんとここって時には何かの展示会とかねでもそのうちねもう話も持っていって急に防寒にコートパーン行かれてね。 <laughs> ね、私はもう右手でそいつの首をグーッ持って <laughs>、うん、口を右左手でガーッ押さえてながら読み続けて、うん、血は出てくるわ犯人は暴れるわなすごいかなぐらいのことにしてね <laughs> いやそれは講演会でそれ使うとんだんだん爆くらましてしまんん <laughs> そう,そうだんだんだ、ね、んだんだん話大きくなるからね <laughs> 面白い方がいいなと思うからないや捨,てて捨てられてたら困るかいやもう捨ててると思いますよ 知ってとい,いてくださいそれはないわ<ー>ち,ちょっと代わりに話ちょっと出してくれ <laughs> なんでやんそんなもん熱像やんか <laughs> そこまでいったら、ね、いやそうですかまあでもまあ捨てられてたとしてもその事実は残りますから、うん、そうですそうです、はいね、きっちり読みましたからうんいやすごい素晴らしい <laughs> 本当にね いやもうちょっと言い訳しとかんとほんまなんで泣いてたんって言われたら困るんでリスナーの人事情知りませんかなんかもし聞いててあれって思われた方がいらっしゃったらそういうことでしたということでございますでよろしいでしょうか 「あじゃあ始めまいます、はい、怒りの投稿街中モンスターハンター」では皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています<お>そして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください、はい、ピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください。私たたち3人はどう思う思かお答えいたします メッセージをご紹介した方には、薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、トマーク m b s 1 1 7 9 c o m yama.mbs1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式ツイッター山 r ヤマ1179公式フェイスブックも見てみてください っていうのを血流しながら言うのなかなか難しいです。我 <laughs> ながらようやったな。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。京都市の。 出町柳さんが見つけたモンスターです、はい、とある格闘技のセミナーに初参加した時にペアになったおじさんがモンスターでした、うん、参加が4回目だというその人は先生の指導に従わず勝手に応用した動きをやり始めてしまいペアになった私まで「先生の指導通りにしてくださいね」とアシスタントさんにたびたび注意されました。<laughs> 私は初めてなので教わった通りにやりたいんですと話してもいや俺はそれ前やったからもうええねんという始末です参加費も一万円と決して安くなくとても楽しみにしていただけに次回もその人に会うかもと思うと行く気がなくなってしまいましたおいおっさん四回目かなんか知らんけどこっちまで巻き込むなよ二度と来るな、はあ 格闘技セミナー格闘技セミナーそんなあんねんね格闘技何を教えてもらえるのか例えばプロレスとかファンがものすごい多いじゃないですかボクシングは違うわな総合格闘技とかちゃいます総合格闘技ね寝技とかキックとか関節技はぁ 1万円払ってせっかく習おうと思ったのにう知らん星さんに違う動きされてだからもう次へ次へ自分の何か覚えてる技、うん、試したいんでしょうねその相手に対してしうんどん先行きたいんやろ <laughs> 行きたいんでしょうけどねだってそういう人って割と研究熱心な人多いでしょう 逆らったらあかんもん。次はペア変えてもらえるんですかね。そう出逢ちゃいます。の講師というか講師の人に、うん、あの人ちょっと僕、そう、どんどん先行っちゃうので、っそんならまあそこの人らは言うんちゃうんす。多分初めてじゃないと思うし、他にも他にもそのまあできんなのか、そのパートナーの時にもうオタク私とやりましょうみたいな先生が ちゃんとやってくれたら外してくれたらそれが先生言う前に見つけられて、あこの前のまた一緒に組もうやとかって言わ赤赤。ジャリンコチェの鉄みたいなもう今の段階で言っといたいいんじゃます？もしこの方次参加されて、もしこんななったイヤなので、組まない。違う組み合わせでお願いします。そういうことです。もう他の人にもうかわいちゃうから。 かわいそうだけどな。自分がまず当たらないことを考えないでとしたら言うべきやし。しかしそんなセミナーあるんだよ。本当セミナー流行ってますもんね。本当に。まあさ、それなんていうのかな。あんまりどこでもね勝手にやられるよりは、ちゃんとした指導者がいてセミナーでやってくれる方がありがたいですけどね。まあそうですね。気をつけましょうよ。当たらないように。ほんまにね。 高かのクリントイーストウッドドッコイさんが見つけたモンスターです、はい、朝あるコンビニでいわゆる惣菜パンを買いました、うん、店内で作っているタイプのお店で食パンに目玉焼きとベーコンが乗っていて美味しそうでしたうん 昔はトレーに直置きでしたがコロナの影響で一つ一つ個別にビニール袋に入ってセロテープで留めてありましたレジに持って行って店員さんが「温めますか?」と聞くので「はいお願いします」で「チーン」のあと「思ったより暑かったんでしょうかその食パンくん床に落ちました」<ー>僕も店員くんも確かに認識しました。で 一度落ちた食パン君は拾い上げられ無言で僕の手に<え>まあ三病ルール世代やし袋にも入ってるし大して気になりませんが一言すみませんがあってもええんちゃう、うん、えそのまま <laughs> 落としたやつを <laughs>、はい、提供されたってこと、はいう奇面のこっちですからね,そうです,ねすみません変えましょう変えますか変えましょうか変え、うん、ますやな、うん、はいうん で、いいよいいよもそれで、で。いや全部こっちよね、決めるのはこっち。いくらビニール袋に入っていても、うん。例えばどうです、僕はダメですね、それ、それをそのままもらうのは。はいはい、何も言わんのは無理ですね。はい、そうですね、<え>こっちがいいよいいよはありですけど。卵がべちゃってなってたら、さすがに嫌かな。<laughs> <laughs> そこですか君が潰れてたらもうちょっと嫌やなうん、うん、えでもやっぱしょ食べ物商売やから,から、ね、買えますっていうのが、はい、待っていただいたら別のなつをって、はい、いや一回ねサラダあるじゃないですか、うん、定食で、まあ、メインがあってでご飯があってサラダだけ入ってる器あるじゃないですか、うんはい、でね持ってきはったんですよ であのそれを置くときにちょっとこんもりしてる皿だったけど、うん、上にのせてあるなんかレタスのようなもの1枚と、うん、1> あのレンコンの素揚げみたいな薄く揚げみたいなやつと2つか三つパパッと落ちたんですよ。うん、わちでテーブルは多分拭いてるやろうから、うん、それええねんけどその。 ウェイトレスさんっていうの今女の人が、うん、実際に落ちたやつを素手で持って <laughs> 戻しました戻してすごいなで,すごいで,でこんな気性やんかだから怒るでもなく「<laughs> ええ落ちたよ」落ちた, <laughs> 落ちた今戻したやん」って,って。うん そしたらもうこあそうですよねそうですよね <laughs> <て> <laughs> あかんちょっとその子好きやなああその子好きやなそ,そのままリアクションいいですねそうですよね <laughs> つまり言わなかったら、はい、そのままやったんですけど <laughs> いやあかんけどああなんやろうな憎まれへんこやな <laughs> ちょっとやついやってみたんですねあのね 性格的にはすっげおとなしい感じの子おとなしいねんけど、うん、なんかちょっと出来心で戻しちゃったみたいない家ならそうするじゃないですか家やったらね <laughs> まあでも落とした時点であかんし、うん、今やったらもう素手で掴んだ時点でアうトんし<笑><笑>それやね落としたのは別にまあね、うん 戻したら全部アウトですよね戻された死にはそれは客にはよくビュッフェとかやったら右手手袋みたいなのしてくださいとかいうご時世じゃないですかそれを素てて最近の話ですか最近うわああかんわ1二か月前あそれはあかんわ落ちただけやったらすいませんって言ったらあええ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 え エビやったらちょっと話変わってきますそれはすっち話変わってきますエビサラダのメインのエビがポトンはアウトですけどそれ、ね、は頼、いうんどくわもう頼むあかんあかん別にまあレンコンが悪いわけじゃないですけど薄いやつでしょ薄揚、うん、げやねで何枚かあるんでしょ他にも まああと一枚ぐらい一枚ね。そんな欲しくもないし。そうですよね。上野勝てるやつは不安定やんか。それまあやっぱ戻したらあかんついね。ついですよ。もうふつ反射的にパッと戻したんです。でもね反射的にっていうけどね。ちょっと躊躇があってからね。行けろもたんちゃいます。だからですよねが出たんよ。まあ置いてまあ置いてシュシュって戻していやこれ今落ちたんな。 <laughs> 戻したな今、うんで。ポン落としたああ<っ>どうしようあかんやろうなでも、うん、行ってまえですよね<笑><笑>客の目の前,目の前、うん、よういける思ったなその子、うん、面白かっただから代わりのサラダを、はい、器ごと全部ひっかいて持っていってまた私も持ってきたけど、はいはい さっのんちゃうかこれまあそこまで疑ったらちょっとかわいそうけど食べたけどねそのままもう一遍言ってもよかったんですこれこのままやろうたらわかりますっていやそうだったらその女の子なかなかやなかなかその対応したらわ回ねで「かります」言うて「いやいやちゃんと買いましたよ」とか言ったらなかなかのええですけどね新喜劇やったら「いやかります」「しゃあないな」ってまた持ってきた はーねーやっぱ気持ちの問題ですからね辛い時ありますけど、はいまあ、いろんなところで出くわした、えー、モンスター情報をどんどん応援してださいませ町中モンンスターハンターーハでした今日の一曲ですけれども木曜日の「山広会議」のいつも最後にエンディングリクエストって弾きますけど、えー、っと昨,日昨日というか、まあ、木曜日は「未来へ」キロロのね僕控かしてもらっておりが歌ってくれたんですけど。 素直ないい曲やなと思って、うん、え特にこの時期は、はい、卒業ソングとしても、えー、歌われてると思いますので1998年の楽曲ですキロロ未来へ聞いてください山本社交クラブさあ行きますかはい <laughs> 今日は続報でございまして<ー>無邪気な OL さんという,う <laughs> <た>はい。はい、まあ以前よくくれていた、はい え新入社員の中で同期のイケメン君に最初目が行き、はいうん、イケメン君とはうまくいかず「うん、非イケメン君」と呼んでいた彼が。うん 自分が病気したときに、ね、看病してくれて、ね、心の優しい人がいいなとなり,なりそして年末のスペシャルの時にのこの無邪気な OL さんはその非イケメン君にプロポーズされて、うんねはい、受けようと思うと、はい、3人様にはぜひ披露宴に来ていただきたいとまで言っていて完結したとこ、うん、の無邪気な OL ストーリーは完結したと思っておりましたがメールが来ました。あれ いやいやだから披露宴いつやから来てたわけじゃな私たちは絶対行くよって言ってたんですけどゆうゆう披露宴決まったんかな年末に非イケメン君からプロポーズされていたのですが、うん、先月喧嘩してしまいもう一ヶ月ほど連絡を取っていません、うん、向こうからも連絡がありません、うん、実は成人の日に二人で USJ に行ったんです、うん ヒイケメンくんのマンションに泊まってラブラブな感じだったのですが、うん、後から考えたらお昼ご飯にピザを食べた時にビールを飲んでしまったことが失敗でした。ヒ、うん、イケメンくんも私がお酒好きなことを知っていますから、お酒を飲んだことは問題ないんですが、USJ に行った解放感とアルコールを飲んでいたせいで、私の心の奥深い場所から本心が出てしまったようです。うん お昼ご飯のあとバックドロップというアトラクションに,アトラクションに並んでいた時、うん、私たちの2組前に並んでいたカップルのことが気になってしまい、うん、そのカップルを凝視していたようです、うん、非イケメン君に「知り合い?」って聞かれた時に、うん、つい「何であの男性があんな女と付き合うかな?」「マスクしててあれやったら外したらもっとブサイかな女に決まってるで」と。 頭の中で思っていたことを口にしてしまいました、うんうん、一瞬まずかったと思ったのですが遅かったです、うん、非イケメン君は <laughs> 君のそういうところがあることも知っていたけど僕は君のことが大好きで病気したのをきっかけにちょっとずつでも変わってくれたらいいと思っていたでもいつか僕のことを嫌いになると 周りに人がいるのに結構大きな声で言われました私は慌てて非イケメン君の腕を掴んで並んでいた列から出て人気が少ないところに行って、うん、ごめん私が悪かったから謝ると言ったのですが、うん、非イケメン君は無言で首を横に振りました、うん、非イケメン君の話ではこれまで一緒にいるときにどうやら私は何度もそんな風にカップルを見ていたらしいです 時間が経ったらいつか自分のことを嫌いされるのではないかと非イケメン君は考えていたらしいです。うん、USJ のその場所で別れて別々に帰ってそれっきりです。えー、その場で、うん、恋愛が一つ終わったようです。<ー>それからずっと考えています。本当に自分が男の見た目を優先したいのであれば、うん、とことん貫き通した方がいいのではないかと。あそっちに固まったんや、えーはい ひとときの気の迷いから優しさに惹かれたとしても、うん、見た目を我慢して妥協して後悔するよりも我が道を行った方が良いのではと思っていますちょっとあかん方に固まってもない <laughs> そっち行くんやこれはまた意外やけど、はい、変な固まり方してモテる今の時点ではちょっと一番あかん方向やなう ハッピーエンドかと思いきやもう早くもこんなことあると思うんですよまあね、うん、それはまだ若いしね、うん、そりゃね結婚する前もあとも、はいはい、でもこれこれを非イケメン君に言わせてしまった、うん、よっぽどやな、うん、今までもそういうのあったって言ったやんや凝視してるっていう。うんはい と非イケメン君は分かって見てたわけですよそれいい男がいるとずっと見とると。ねはい、で思い切って答えは大体分かってたけど、はい、思い切って USJ の時に今問いかけてるんですよ、はい、非イケメン君は。うん、そしたら彼女は、はい、非イケメン君が想像した通りの <laughs> あれ用の文言やったんでしょ。はいうん 荒れた文言でけ罵倒してけ,けなし始めたわけでしょ。はい、なんであんないい男があんな女と付きをとんねんと。<ー>ん分かってたけど <laughs>、はい、あ実際ややっぱそういうういこと言うんやと言ん、はい、まあでも無邪気な OL が、はい、もうじゃあ気持ちまた切り替えて一軒、はい、目ルックス最重視でいくって言うんやったら、はいはい、もうアドバイスできないですよね。はい っていうかもういいじゃないですかそれで本人何ちゅうこと言うねいいんですもうこの人はもうこれでいいです気持ちいいぐらいのいくしかないよねでそう切り替えたということはもう自分は例えば優しさとかそっち側の方を重視しないタイプなんやっていうことにももう結論付けてるのね はい、そうしようと思ったとてやはり目はそっちにいてしまうってそこは大事なところで、はい、やっぱりそれでも優しさとか、はい、思いやりとか、はい、そういった非イケメン君に一時でも引かれたんやったら、うん、もう一回ちょっと考えて、うん、それでもあもうそれはなしで行こうってほんまに思うやったらもうアドバイスしないですよ、うんうん、でも1か月間もうそのまま終わってるんでしょ、はい、ちゃんと謝ってへんやん そうですね取り成すことをしようとすらしてない感じがしますねすかだからもうそれで切り替えたんやったら、うん、このままもうジエンドで謝ることもないんでしょうけど、はい、優しさとか思いやりはもういらないっていうふうに本当に思ってるやねうんね、うん、思ったんちゃいます思ったよねだってもともとそっちじゃない人が、うん、この非イケメン君と 出会ってというかお見舞いとか来てくれて、うん、あ,あこっちもいいかもなあでちょっと無理して頑張ったけど、うん、やっぱり出てきたんでしょは 頑張りじゃなく自然やったらよかった優しいこともいいなっていう感覚は多分あると思うんですこういう部分もええないけど、うん、やっぱそれを上回るやっぱりもう見た目が一番ショーがグググッと出てきて自分はこっちじゃないっていうことが分かったわけ。どそっから漏れて しかも本人の前でブワーってあってちょっと出たんじゃないでしょ綺麗に一つの文章全部出ちゃったでしょ <laughs> だって聞いてて気持ちいいぐらい言ってるもんね聞きましたね やっぱそれ聞いて、ひいケメん君は、もう、やっぱそうやねっていうので、多分もう、ひいケメん君は無理やと思うんですよ。無理やね、無理、無理。USJ の途中で、その場で帰るって、しかも相当大きい声でちゃんと言い切って、人が周りにいるのに、だからひいケメん君はそれ関係ないんでしょうね、それがもう終わるつもりやから、普通は喧嘩しても、ちょっとむそっとしたまま、ちょっと回って帰ろか言って、一緒に帰って、 どっかでもう無理やねえやけどその場ででしょで謝ってないでしょああその時は謝ったけどその時は謝ったでしょでやっぱりこっちかなってなったってことはなったってことはもうそれだからる気ないんですだから再確認したというかそうやないっぺんこっちもええかもなって言ったけどやっぱり違うってやっぱり違うで突き進み始めたからそうやね は絶対戻らなただそのもともとのルックス重視派に方針を戻すのは勝手なんやけど戻しちゃええねんけどやっぱり非イケメン君にあのままになってるやろうから「ごめんすいませんでした」って一言謝っといた方が僕はええと思うで人間として。だって一番あなたが傷んでる時に手を差し伸べてくれたのは誰やねんっていう話やからそこを 全部スルーやんこのままやったらして自分のいい方に行くのはいいけど行くのは勝手やけどあの非イケメン君とは戻らんにしても戻らんにしても今までの感謝とかそうですね一言やっぱり言っといた方がいい目の前でそういうこと言っちゃったことに対する謝罪とかねうんしといた方がいいしといた方がいいけどまあでも知るかい関係あるかいの方が気持ちよいですけどねとことんとことんね えと他人やからそう思うけど、うんうん、もし自分の娘やったら僕はそうものすごく悲しいと思うよ。娘こんなんなならん、<laughs> で娘持ってる父親ってみんなそう言うよな。なるわけがみうなるわけうねいえすっちーの娘に限っては絶対ないない,ない <laughs> これ面白いよね女の子を持つ父親って、うんうん、みんな言うそうやって。うん イケメンは好きやろうけどでもそんなにそに優しい人を悪い風には言わない言わない言わないそこはちゃんとしてる結構助けてくれるもん僕のことボロクソ言われてても奥さんにいつ助けてくれるからえ奥さんにボロクソ言われました助けてくれるの助けてくれます変な青色のリュック買って ね、それ言われてもうほんなもうこれ「燃やすわ」って言って「燃やすわ!」僕がね燃<あ>って言ってそこで静かになって「あもう答えたやろうな」と思ったら「うん、まだもやさんの」って言われた時に「あの時まだ小学校低学年いくかぐらいの時の子が <laughs> 似合ってるで」って言ってた。 絶対あのちゃんとしてるわまだ燃やしてないですからね <laughs> <laughs> そっちが気になるまだ燃やしてないけど <laughs> あれ以来持ったことはないですね、うん、<laughs> そこまで言われたん、ね、そそんな言われても持てないやんいやでもねこの無邪気な OL は来て とイケメンで優しい人をいつか見つけるなるほどな見つけますそういうことや、はい、そういうことやドラマとかでもそういう子おるもん、ね、そういう子はいます、はい、もう強い子ね、はいはい、星は強いのかもわかるねただまあ 僕は評価しないけど、ね、<laughs> そういう女そんな誰に評価されなくても彼女はちゃんと幸せに <laughs> 多分関係あれへん、ね、なりま1点追ったやろとイケメンでしかも優しい人が自分は一点突破やから、はい、それで見つけたからそれで、はい、勝者やって本人は思ってると思う、ねはい、誰が勝者やねんって僕は思うからね じゃあその新しく見つけた人とやっぱり披露宴に来てくださいって言われて行くかそんなもん誰が行くか勝手にやれ、うん、なんか僕もそれはもうどうぞ勝手にって感じですかねですか絶対がうん<ー>絶対が一回喋ってみたいわ誰とやねん無邪気な OL ちゃんと喋なってるうちべてし出てくるかもしれんけどはあはあという。 いや、なんかちょっと意外な展開やけど、まあ、でも意外かもしれんけど、この子はやっぱそういう感じやったのかもしれない。そうですね。はい、また一つ強くなったんじゃないですか。はい。はい。はい。ということで。今日は一通でございます。はい。え山本社交クラブでした。ピカイチ価値観調査、これとやね。お願いします。吹田市のスヌーピーママさんのどやねんです。はい。 スーパーへ行くとおいしそうなイチゴが並んでいます味は同じだとしたら、うん、大粒で数が少ないのを選ぶか、うん、小粒で数が多いのを選ぶか、うん、どちらですか、うん、ありますね、うん、A 大粒で数が少ない B 小粒で数が多いどっちのイチゴを選びますか味は一緒です、はい

いちごスプなの？いちごスプ。ーンいちごスプーンでどうなの？いちごをつぶす用の。あ、いちごの A 書いてあるですね。そういちごの A 書いてあってががいちごのつぶのがたがたになって。がたがたはも便利やなそれは。はい、ぎゅってつぶす。あの要はそのあの種の部分みたいなところがデザインでもありそういう形にもなってるやつな。はい。そうないわ。最近やってないな。実家にあったな。ありましたね。いちごスプーンね。 今でも大粒の方が多くないですか。大粒多い。みんなきっと面倒くさいんですよ、小粒は。多分ね、あの技術が上がってるんですよ。もういちごの育て。るいちごの育てる技術が。上がってて、であのハウスなんかも増えてるでしょはい。水耕栽培とか、そういろんな形でやるから、大きくし、やろうと思ったらできるんですよね。はい。ああ、なるほどね。また二対一で。でしたね、綺麗にね。もういついきましょうか。はい。 姫路市のおてもやんさんのどやねんです、はい、録画した映画やドラマやバラエティ番組などを見ているときなんかの都合でほんの少し席を外さなければならないときがありますよね、うん、ピンポンってきたとか余裕があれば一時停止させるのですが一時停止できずに離れてしまって見逃した場面があると私は余分に戻してちゃんと見直します<ー>コマーシャルを飛ばしたときもちゃんと頭から見たいです しかし嫁さんは1,2分なら飛んでも気にしませんそこに大事なシーンがあったらどないするんやろうと思うのですが、うん、皆さんはどうですか録画したドラマや映画をと、えー、見損ねた部分があるとき A. 少々飛んでも続きを見る B. ちゃんと戻してみるあこれはもう決まってますねどっちやろうないいですかいいですよ、はい、せーの B やな B 戻す戻しますよ何やったらそのもうちょっと遡って戻しますあはいはいこの方その前のシーンそう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 もう一っ気持ちを持っていったちょっと前から返すってそう本読みをちょっと前から返すっていやもうだっど焼酎の水割り作りに行ってる間にもう進んでる。 ちゃんと見たいやつはもう絶対これするわね。一に戻すけどまあなんとなく見てるぐらいだったらいやひ言二言とかちょっと悲しい顔したとかそんなんがすごく重要やったりするじゃないですか。わかりますよ。昔好きなドラマね例えば大昔で言うと「田宮二郎の白い巨塔」とかねそういう医療裁判に中からなっていくやつとかは。 その一瞬一瞬の被告とか、うん、そのなんとか乗り切れへんかなとこの局面をっていうミヤ次郎の表情とかっていうのはもう絶対見逃したくなかったから、うん、そうやってたと思うもし同じように言ったら、うん、でもなんか最近ないわそういうの僕の中でやれだったらわざわざ取らんでいいやん <laughs> いやでもでも,でもどんなんかか あらかしだからそれやからもうちょっとずつしょっちの水割りとか戻ってきてもそんな大きな変わりはないよなとかと思ってやってしもてるねだから連続文とかやってそれが自分の中で出たらもうやめます見るのこんな感じでちょっと飛ばしても何とも思わんかったらもうええわ途中でであんま見ないです途中で見なくなるの結構多いんですよ 何度見ても同じとこで寝たりとかね。それはね、それはまたここで寝てもらったり。なんでやろな。寝てしまうのって。またこからみなを面白くないやね。寝るっていうことは。なんか面白いの欲しいわ。ええ。サスペンスもんとかで、推理もんとかで。面白いの見たいな。見たいですよね。時間になりました。また来週。 はいどうも今日もお疲れ様でしたお疲れ様でしたえっと物はないですけど花ねそうですねこんなこうやって原稿読みながらってねポタ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 すごいねあそんなにやっぱりいろんな手についたんでめくるたんびにこの辺についてはい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 そんな綺麗読むわけにもいかんも読んでるからはい。 ななかなか今日は、はいえー、流血ニュースのオープニングがちょっとセンセーショナルというかまあでもすごいな,ごいなプロってやっぱり違うなっていうのは感じましたけどねいやいや、はい、みんながみんなできるかどうかっていうとね、うんうん、いやできますよ皆さんその不安になればそんなもんかな、はいうん、そうかな <laughs> <laughs> い思い切ってカフを下げた時に<ん>やるってことはできないやそんなもいろいろやりましただから一とりいろいろやった <laughs> はい <laughs> はいそれはそのために下げてたでもそんな長い時間じゃないでしょはい、まあ、2週ぐらいいやもう1秒半ぐらいでしょあそう,そうかな 1>, 1秒半ぐらいカフる1でし秒半で整えた、まあ、と,とりあえずはあ この辺にこうティッシュがだんだん溜まりながらすごいなすごいこともあるもんねっくやってるとねいろんなことがねこれからまたあるかもしれないです舞台でもねでもね面白いことになるでしょうからねまあまあ我々はちょっとその言えちゃうというはいはいあえてねそういうのはねあれですけどねそうとは見せずにっていうのがすごい。 いやまあでもちょっともうちょい動揺せずに読めたらよかったなと思っていやいや聞きましたけど全然動揺してないに等しいですよ <laughs> いやいやいや,いや本人は本人やから自分の「わどうしようどうしよう」っていうのがあるからしかも呼吸も乱れてきたと思ったろうから動揺したいと思うけど、うん、そ全然なこいやいやん <laughs> で出たんかですよねあとはね。 チョコいっぱい食べた <laughs> よく言いましたよね親にそんな食べたら鼻血出るで、うん、あれはチョコを食べさせたくないから <laughs> そうそうそう美味しいもんをたくさん食べ過ぎんなってほんまはどうなのチョコいっぱい食べ過ぎたら鼻血って出るもんなのか <laughs> いやーピーナッツも聞きますよあピーナッツだねあとピーナッツのあの粒はカロリーが高いって聞いた、はい、あ、あのチョコ<ー> 間の間のこうふわったら片方だけにチョコがちょっとあげて目になりそうなとこたいなあそこを取ったらカロリーはだいぶ下がるええちょっとですやんこんなんちょっとやけどそこに結構たまってるっていういやすいません諸説あると思います僕の言うことはあんまり信用させていてくださいでも僕は聞いたんですよそれ以来食べる時はなぜ取ってるんですか えー、何やったらでもアこをちょっとこう歯で感じるのも好きやから、うん、い,いいんですけど効、うん、い,いてしまったからああそうかどこって言われたら溶けるけど、うん、なんかでも逆に栄養の塊っぽいですよね,ご飯,すよねご飯で言うとあの玄米のなんかみたいな、まあ,あなカロリー高いことは栄養をかけることにあるっていうことでしょうけどね、うんうんうん でも子供の頃よう鼻血出してました実は僕もよう出しました鼻血っ子でした、うん、あれ鼻血ってさ、はあ、一番いいのはでもあれ塊は止まりそうな時にできます途中できません、ねうん、だからこうしたらあかんっていう、うん、それはし喉に戻ってくるからそのまんましててでうち次男が鼻血しょっちゅうやって、うんうん、だからもう一人で「ああ大丈夫」とかってジーッて下向いてティッシュかなで受けてて。 で、ドロッと出たら、そうです。あのドローが出たら終わりですよね。終わりでしょう。はい。ずっとこの姿勢で言ってたわ。<ー>ドロー、僕小学校三年か四年の時、あのー、授業中やったかな。鼻血出てわは先生鼻血出てるって言って。 周りの子も助けてくれて、はいはい、ティッシュやなんやで、みんながこう、すごいええ感じでしてくれて、<ー>上向きとか、トントンしーとか、ね。はいね、で、変えてくれてなんやして、みんなが、わあ、大丈夫ー言ってて、最後外した時に、ドローンって出た瞬間、<laughs> イぅーイ言って、みんなどっか行って <laughs> 何それそういう思い自分だけは覚えてんのよな。ドローン出た瞬間。周り <laughs>、ままあ、はもう多分覚えてないと思う <laughs> でも、もしかしたら、すごいのが出たん、 が驚いてうわっ言ったから子供やからすごい覚えてるかもしれないそうかな何こいつらって思ったの大丈夫とか言ってたくせにしんどくないとかめっちゃ言ってたのにイエーイってまあ気持ちはわかるけど子供やからねいやねようそんなさよ覚えてるだから結構僕ショックやったんですよああ だ多分やられた方も絶対忘れへんから。うんね、何言って言ったよ。まあまあ出ないに越したことはないですよ、ね。そうですね。うん、なんか、えー、ね年いってから出るとびっくりしますね。ねはい、まあ皆さんも気をつけてください。どう、はい、気をつけるか。はい。えせ、ー、だきをこれ、おやすみなさい。おやすみなさい。